情報で全てを吐く。豊かな未来、楽しいことも必要だ。おーい、いやー、高瀬ルイにこの曲はもう本当にぴったりだと思ったんですが、嬉しい、ガチでぴったりだった。え、嬉しい嬉しい。いやでもマリン先輩もめちゃくちゃセクシーで素晴らしかったですよ。セクシーといえば船長、うん、いやもう本当にエロ女上司としての立場が危ぶまれてるの。高野ルイに今処刑されてる。やだこれ、セクシーだからな。いや何これ、スタイル違いすぎる。あ、これじゃマリンがロリータに見えちゃう。いやマリン先輩もともとロリですからね。えロリババーっていう感じで。マリン、俺だけのババアになれよ。おばあちゃんなる。ベイちゃん、メガドライブ買ってあげようね。メガドライブはちょっと古い。おやつあげようか。めっちゃ楽しかった。ありがとうございます。なんかやっぱ2人に挟まれると、なんか船長完全敵。敵ないの？なんか敵じゃない？なんか敵っぽくない？そっか、敵ってことはじゃあ敵だね。敵だね。え、どっから出したの？先生、あの二人とも戦う。大丈夫、戦って。なんだけど、もうマジで歌詞が坂本にぴったりなの。だから坂本が勝つと思ったのに。え、そう、ちょっと勝ってみた。ねえ、やだー。いやー、もう次こそ絶対マリン先輩に勝ちますからね。船長の赤字かけ赤字かけ。坂本の勝ち。ちょっと2人には初めてです。初めて。えどう、なんか結構バランスいいんじゃないこのさ、あ、なになに、なんか バランス、色のバランスの話ね。な、何が言いたいのかな。なんかほら、赤と青で、ね、ほら、なんかいい感じ。なんかチンチクリンだな。なんかスイちゃんの隣に立つ、からなんか、やっぱりなんか、なんだろう、あの、ピクミンみたいな。え、キャンセオリマの。今日はね、スイちゃんが、ね、選んでくれたこの曲、一緒に歌えて本当に嬉しかった。嬉しかった。スイちゃん踊りもったも本当にお疲れ様。お疲れ様。勇気を出して勇気の決断、年を取るという決断をしました。え、めっちゃエロくねえべ、こかちゃん。ちょっと大丈夫なの？大丈夫なの？おっぱいは。じゃじゃん。はい、こちらの衣装ね、100万人記念でいただきました。あー、おめでとう。ジャキンジャキン。おっぺがすごい。え、なんで？めっちゃいい。え、なんで？え、なんのこと？めっちゃいい。わかんない。わかんない。わかんない。目の前に来たから抱きしめてほしいのかと思って。え、気をつけた方がいいのか。テーマとかあるんですか？テーマ。あ、はい、テーマ、うん、毎回赤瀬愛先生、船長のお母さんですね、うん、毎回アフレッシュな感じでお願いしますと言って丸投げしてるんですけど、そしたらこれこうなりました。嬉しい。嬉しい。いいね、いいね。今回はね、なんか髪の毛も可愛いね。あ、そうなの。髪の毛もほら可愛い。え、もうみんなもしかしてさ、これ脱いでほしい？いや、大丈夫だよ。なんかそろそろ帰るの？帰るの？そうだね。そうだね。時間も時間だから。バイバイ。頑張ってね。バイバイ。楽しみにしてるよ。脱いだとこ、あれ、みんな？脱いだとこ見たい？誰も、あれ？